この動画では、マイクロソフトのパワーポイントを用いて、新聞や広告、お便りの作成方法を紹介します。まず、始める前に自分の書きたい内容やコンセプトを決めておくと、パワポの編集がやりやすくなるのでおすすめです。また、レイアウトする用紙のサイズも、最初にうちに設定しておきましょう。用紙のサイズは、デザインタブの右端に、スライドのサイズとあるので、そこから変更できます。次にレイアウトです。レイアウトの作り方の一つの方法として、大きな箇所から設定する方法で進めていきます。はじめに、文章や図を入れる範囲を決めるために、罫線を入れます。罫線をはじめに入れることで、ハイディングするときの穴の位置を考慮したり、罫線外の余白の確認も可能になります。罫線の入れ方はいろいろな方法があります。今回は挿入タブから砲を挿入します。挿入すると砲のデザインタブが出ていますので、そこにある罫線を引くという箇所をクリックします。クリック後、マウスのカーソルが十字架になるので、囲みたい部分からドラッグ&ドロップします。枠線の色や太さはいつでも変更可能なので、好みに適した作成が可能です。次に大字の作成です。大字の部分に囲み線を入れるためには、同じく挿入タブから図形を選択します。選択すると、いろいろな図形が出てくるので、今回は四角形を挿入します。すると、青い図が挿入されます。図の中の色も様々な色に変更したり、写真を背景として変更することも可能です。次に、文章を区切るための線を挿入します。区切り方には、いろいろな手法があるため、Google などの検索システムで、記事のレイアウトを調べて参考にするのもおすすめです。線の挿入方法は、先ほどと同じく、挿入タブから図形を選択後、その中にある線を選択します。今回の作成記事は、文章が少ない場合のレイアウトとして、大まかに4行に区切ります。挿入後の線をダブルクリックすると、線の種類や太さ、色などを変更することができます。また、挿入した線はコピー&ペーストすることもできるため、何度も挿入する手間が省けます。次に見出しの挿入です。新聞記事を書く上で最も吟味するべき要素が見出しです。見出しとは、記事のタイトルであり、記事の顔とも言うべき存在です。見出しの挿入方法は、挿入タブの右側にあるテキストボックスを使用します。テキストボックスの右側に下矢印があるので、それを選択すると、横書きか縦書きの設定を行った上で挿入できます。テキストボックスの枠をダブルクリックすることで、先ほどの図の設定と同様に枠線を入れたり、線の太さや色の変更が可能です。ここまでの動作を編集すると、こんな感じになります。次に、記事の本文を書くためのテキストボックスを挿入します。これも、先ほどと同様に、挿入タブから、テキストボックスの縦書きを選択します。テキストボックスを選択後、ドラッグ&ドロップで挿入できます。すると、カーソルが点滅している場所がありますので、そこに文章を書いていきます。二段目にも本文が入る場合は、一段目に入れたテキストボックスを二段目にコピペすることで、一段目と二段目の縦幅が揃っているかを確認できます。もし、二段目に余白ができた場合は、その箇所に写真を入れたり、コラムを入れることもできます。パソコンや USB に保存された写真を入れたい場合は、挿入タップの写真を選択し、図を、
入るから挿入を選んで、入れたい写真を選択することで挿入できます。今回は、パワポにあらかじめ用意されている写真を入れてみます。挿入すると、選択中の写真の隅に四角形が出てきますので、角の四角形をドラッグすることで、写真全体の大きさを調整できます。また、コラムや広告を入れたい場合は、図形の挿入に、吹き出しや様々な図形を活用することで、デザインを工夫することが可能です。挿入した図形の中には、テキストボックスを入れたり、写真を入れることができるので、非常に便利です。気をつけることとして、図の中にテキストボックスを入れたときに、図が上に重なってしまうことがあります。その場合は、写真を右クリックで選択し、再配面へ移動を選択することで、テキストを上にすることができます。これまでの工程をすべて編集することで、このようなレイアウトに仕上げることができます。皆さんも、ぜひ試してみてください。よろしければ、チャンネル登録をしていただけると、モチベーションの向上につながります。ご視聴いただきありがとうございました。